今年の正月は、昨年末に降り積もった大雪が溶けきらないまま、色を塗り忘れたか、色が剥がれて下地が見えているかのような余白が、道端の日陰を部分的に他人のものにしていた。寒さでかじかむ手のひらをこすり合わせながら、私は、例年と同じく、近所の氏神様とご先祖様に挨拶回りをしてきた。神様、仏様は、私にとってはご近所さんのような存在で、宗教や信仰といった言葉で表現されるのには少し抵抗を感じるような、そんな存在だ。以前、彼が撮影した動画の中に、西アフリカで暮らすムスリムの姿が映り込んでいたのを思い出す。彼は、ノマド的に、文化、専門領域、宗教などが異なる様々な人たちにカメラを向けてきた。今回、彼がカメラを向けているのは、日本に生まれ育ったヤングムスリムたちだ。同じイスラームを信仰している彼らヤングムスリムではあるけれど、イスラームとの関わり方は、それぞれ少しずつ異なっているように見える。彼は、そんなヤングムスリムたちが、映像制作を通じて自分自身を見つめ、何らかのメッセージを社会に投げかけようとしているところを映像で記録している。私はアルラーの他に異ならばないことを証言します。また、私はムハンマドがアルラーの使徒であることを証言します。Ya, terima kasih. Hari ini Asega Mamoru sudah resmi beragama Islam menjadi Muslim. Karenanya 今回の動画では自分がなぜイスラム教に改宗したのかっていう問いを立てて、具体的に自分がどういうふうな人生を生きてきて、人生の節々でどんな経験をしたらそれがイスラームにつながったのかみたいなことを描きたいと思っています。自分は神田で生まれ育ったんですけど、そういう自分自身を題材にしたドキュメンタリー映像みたいな感じにしたいと思ってます。映像の作り方としては、スクリプトを書いてそれを読んでいこうかなって考えています。ただ昔の映像がそんなに残っていないんで、昔の写真とかを見ながら今の映像を流すか、昔の写真のスライドショー的にやるかはちょっと悩み中です。じゃあ、なんかもともとお家にムスリム、非ムスリム限らず、なんか結構留学生とか外国人の人が来てたりとかが自然な感じ、まあ、そうですね、僕が高校2年生になった以降、最初の子を受け入れてからはもうずっと誰かしらいるみたいな感じの状態が続いてて、今はコロナで止まってはいますけど、うちのこの場所がパウダっていうあれもあって、外国の方結構いらっしゃることが多かったんですね。ビジネスマンにしろ観光客にしろ、まあ、そんなに外国の人が全然珍しいものでもないし、普通に歩いてますから動くとかそういうのもないし、時々ね、なんか東京駅なんかのムスリマの、ね、集団みたいなのがドーッと歩いてたりするし、全然その違和感はないです。なんか長谷川さんがマスクに乗るためみたいになった時に、なんかすごいびっくりって、どうなんですかね、そういう好きな質問で申し訳ないけど、なんか宗教で、極端にこれを信じないとお前は不幸になるとか地獄に落ちるとか、そういうものであればやっぱりいけないと思うんですけど、そうでないならいいんじゃないぐらいですね。
いや、全然喋っていいよ。うん、めちゃめちゃ喋っていい。じゃあ喋ってください。カメラは、こっちのカメラは全然いいし。一つは、ムスリムミームっていうのをテーマにした、YouTube 風の動画っていうのを作成したいなって思ってます。あの、まあ、ムスリムミームっていうのが、まあ、イスラム教徒のあるあるみたいなのをこう動画にしたり、写真に、画像にしたり みたいな感じの、あの、あるあるネタというか、面白画像だったりするんですけど、まあ、そういったインターネット上、で拡散されて、まあ、あの流行っているようなムスリムあるあるっていうネタを、あのムスリム以外の、まあ、一般社会の人たちにも分かるように僕が紹介するような動画っていうのを撮りたいと思ってます。ちょっといつもと違って、いつも違うんですか、ユンさんがいつもと違ってちょっと引いてます。違いすぎて聞き手役には、まあ、ノンムスリムの後輩、僕の大学 あの全くこうイスラム教徒に関しての知識とかを会話したりしてなかったこうノンムスリムの後輩に登場してもらおうかなと思ってます。ムスリムって婚前干渉みたいな、婚前交渉、交渉はい、はいいんですか？ NG です。はいはい。じゃあ全然年がら年中性欲と戦うべきじゃない？まあ本来はね、本来は本来はね、あ、まあこれがヤングムスリム、そう、これがヤングムスリム、そのこのトークはね、またお祝いしたい。わかりました、わかりました。でなんかそれとちょっとこうフィールドワークじゃないですけど、家から出てなんかこうどこかで自分の体を動かしているような状態っていうので、まあ、お祈りをしてたりとか、あのモスクだったりとか、あのどこかに潜入してみるとか、あのどっちかというと内カメラを使うみたいな感じですよね、とか、まあ、なんかそういった社会人ムスリムの一日っぽくしてもいいのかなとはなんか思ってたりします。去年めちゃめちゃタクシー乗りましたよ。結構いろんなとこでタクっちゃおうと思ってタクシー乗っちゃって、いや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 、ちょっともうそれで結構お金なくなりましたね。でも会社であるでしょ、でも会社の、ね、あ、もちろん会社の経費で落としますけど。夜中、夜何時まで働いてるの？いやもう、まあ、あれです、いやあの本当にそれこそ海外輸出系のこともあるんで、その時差があったりすると結構夜中もう本当に 2,3 時ぐらいにミーティングがあったりとかしますけど、ただまあでもあれですね、僕がタクシー乗ってるのは割と昼間ですよ。あ昼間普通に乗っちゃってます。まあまあね、そうだよね。僕が作りたい映像には、あの一つの作品の中にいくつかのストーリーのレイヤーがあると思っていて、というのもその僕には3つの顔があって、一つはビジネスに関わってる時の顔、それとは全然違う顔というのが研究してる時の顔、そしてその3つ目があの作品を作ってる時の自分っていう、でこれは3つ相反していると思うんですけど、この相反している顔を統合するのが僕にとってはムスリムとしての感覚なんですけど、あのこのムスリムとしての感覚を動画で直接見せるというよりかは、あの3つの顔 あのそれぞれの視点で撮った動画のを照らし合わせたときに、多分絶対共通項って見えるはずだと思うんですよね。で、それがムスリムとしての感覚だと思うんですけど、それが浮き彫りになるような作品の集合体になれればなっていうふうに思っています。まあ、モスクっていう言い方しますけど、なんかマスジェとかっていう言い方されるんですけど、アラビア語では。で結構そのシェルターみたいな意味があって、で人間だけじゃなくて、まあ、人間たちのためのシェルター、まあ、シェルターっていうのは安全な場所、安心する場所みたいな意味があるんですけど、そういう意味での、まあ、僕らもその一人の人間としてそういう形でちょっと使うことはあるんですけど、結構そのくぼみとかがあったりとかして建築の中に、でそこに
通り、あの本当現、あの現場、その本当に本場のとこ行くと、パキスタンとかそのトルコとか行くと、ああいうくぼみのとこに鳥の巣とかができたりするんですよ。でモスクの中に人間もあの鳥も飛んでるみたいな、なんかみんなのためのシェルターだよみたいな、なんかそういったところに結構その意味のある、意味のあるというか、まあ意識した、いろんな意味を意識した思想が建築にこうやって現れるんだなみたいなのが、僕にとっては結構、だから僕自身のいろんなものを作りたい、作品を作りたいって思った時に結構インスピレーションを家に結構たまに来たりします。誰もいない、あの誰もいない中を一人でそこら辺に座ってちょっと涙を流しながら黄昏れるっていうのが僕の日課です。私たちは紙とペンで文字を書くのと同じくらい、いつもカメラで何かを撮影している。反対に言えば、同時に私たちはいつも誰かに撮影されてもいるのだ。この映画にはいくつかの眼差しが交差している。私が彼と呼んでいる人物は、実は彼女かもしれないし、彼ら、彼女らかもしれない。もっと言えば、それら三人称で呼ばれる人物とは、カメラを抱えて何かを撮影している私たち自身も含んだ、いくつかの眼差しの集合体を表しているのかもしれない。現在夜朝の2時19分ですが、6日はこんなに明るく、人もすごいたくさん出ています。あ、眠らない街すごいっす。ラバイカマ2022年12月末から1月にかけてサウジアラビアに巡礼に行ってきたんですけど、この時にも、撮影をしていました。でもここで撮影した映像を使うかどうかはまだわからないです。サウジアラビアで撮影した映像素材を生かした方がいいっていう意見もあるんですけど、ただただ海外旅行記みたいな動画になりそうで、なのでそうするとやっぱりイスラムって遠いよね、日本に合わないよねっていう風に捉えられちゃうと思うので、そうはしたくないと思っています。これはクルアンでして、僕が一番大事にしなきゃいけない本ですけど、よく親からはクルアンをね、変なところに置いちゃ、なんか汚いところに置いちゃダメだって言われてるんで、床には置かないようにしてます、はい、これ一番最初にいつだろう、中学2年生ぐらいの時にトルコに行った時に、トルコの実家に戻った時にクルアンをじゃあ学ぼうと父親から反強制的に言われまして、まあ、僕もノリノリだったんですけど、その時にそこの、まあ、なんだろうな、地元のモスクというかちっちゃいモスクのイマームも、でも普通のおじさんなんですけど、トルコのからもらった一番最初のクルアンかなになります。で一番大きいんで、かなりサイズとしてはクルアンの中でも大きい方で、すごくこう初心者にとっても読みやすくなってます。一文字一文字が大きいんですよ。あ、なるほど。はい、だからすごくなんて言うんだろう、初心者向けですね。これはちょっと
新品同様ということはあんまり読めてないっていうことなんで、ちょっと反省というか読まなきゃいけないんですけど、だなんかこうイスラームでよく中庸っていう2つのこうか、まあこれなんだっけ、中国から来た言葉なんですか、中庸っていう言葉は。でもその中庸っていうのがすごく的を得てて、イスラームでは一番大事とさ、そのバランス、宗教的な実践もそうだし考えもそうだし、まあなんかよく最近ではジハードがどうって言ってますけどね、なんかイスラム過激化がどうとか、あんなの中庸じゃないと僕は思ってるんですけど、まあその中庸っていうのがこうすごく大事、本来は大事なんで、まあそこはこう意識して生活したいなとは思ってますけど、まあ僕はちょっと中庸とは程遠くて緩すぎるんで反省ですね。もう喋れば喋るほど反省点が出てくるんで、もう結構小出しにそれが出てきますね。なんかええだって反省ですよ、日々反省ですよ。そんなあの会社員をやってると自分の生き方についてすごい考えるようになった気がしてて、あの大学生の時なんかは新しい発見だったりとか挑戦っていうのがすごいあのできる環境だったと思うんですけど、そういったのがすごい、そのウェイトがすごくこうなんていうんですかね、少なくなっちゃうというか、そういう発見だったり挑戦っていうのをどこまで自分で行動できるかっていうのか、なんかこう動画編集という技術もそうですけど、あのイスラム教徒的な、あの自分がイスラム教徒としてこう生き方も含めて、なんかこうそういう挑戦のウェイトの持っていき方っていうのはすごい難しくなっていってるなとあの感じてます。でその全然前提が違うオーディエンスを念頭に置きながら、日本社会に対して何かしらのメッセージを伝えるために動画を作っていきたいなというふうには思ってるんですけど、ムスリム社会やコミュニティに対してもまあそれなりのメッセージ性を持たせられればなっていうふうに思っていて、まあ、それがまだどうなるかっていうのは分かってないんですけど、あの普段僕のやっている活動は結局全部そこに向いていて、むしろムスリムの中のムスリム像というのがあまりにも固まりすぎているなっていうふうに思っていて、多分だからこそその偏見っていうのが生まれちゃうのかなっていうふうに思って何も映ってないけどこれしか映ってないっていうのがすごい好きで、ここの景色と、あといつもここに寝転がっている考えようとしてるんで、いつも見てる景色っていうのを撮りました。単純にあれですね、黄昏プレイスです、僕なりに。はい、今回作ろうと思っている映像はどういうの、どういうもの、いやもうあれですね、もう本当作りながら自分の考えてることをより分かることを目的としたものではあるんですけど、でかつまあ自分の根幹にあるものを忘れないようにそれをちょっと作品に落とし込んでいつでも見返せるような、しおりみたいなものにしていこうと思うんですけど、今後の。ただあれですね、内容的にはまああれですね、いろんな完全なもの、完璧なものの中に、どんどん完璧なものを区分化していくとどうしても削り落ちてしまう感覚ってあるよね、感情ってあるよねっていうものを、僕はあると思ってて、でそこの削り落としてしまう、削り落ちてしまうようなものをちょっとフォーカスして、でそれが僕にとってのため、あの信仰のから来てるものであるなっていうのは最近気づきとしてあったんで、まあ、そこら辺を少しちょっともっと映像を使ってやってみようっていうふうに思ってはいるんですけど、うまくいくんですかね。これがあの僕の近所の知り合いからもらったやつです。あ、そういうの自分で見つけてるの、あの持ってくる、あ見つけてっていうか、その知り合いに言ってたんですよ、なんだろう、僕がこういう子ども食堂に送る活動やってるよっていう風に、はい、そしたらなんかその知り合いのところも結構あの飲食店やられてるんですけど、いろいろともらい物が多いらしくて、でそれでなんか倉庫整理してたらこれが見つかって、であの僕がこういうことやってるから、じゃあ持ってってもらおうかってことで、
もらいました。個人的には今を伝えるよりも途中で回収したこれまでの僕の経験を見せながら他の誰かがイスラームと関わる取っかかりを作りたいっていう風に感じてます。日本でのムスリムとして育ってきた自分はアリアン君やユヌスさんとは同じムスリムでも随分違うと思っているので、自分の経験の中から自分だから伝えられることってあるのかなと思っています。そういう自分が持っている誰かに引っかかるようなことをちょくちょく散りばめられていけるような動画だったら見てもらいやすいのかもしれないと思います。まあ、その炊き出しする相手とかがまあ、イスラム教徒ではないじゃないですか、ムスリムではない。で、まあ、ハルンさんは個人的にやられてたっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、なんか周りの人とかはどう思っ、なんか何か言われたとかどう思ってたかとか聞きました。まあ、今でもねそうですけど、うん、日本の社会は非常にホームレスの人に対して理解のない社会ですね。うん、それは非常に残念ですね。ホームレスについて、まあ、怠け者だとかね、うん、非常に悪いイメージを持っている人が多いですね。うん、今日は10年に一度の大寒波による大雪に見舞われた。普段見たことのないような真っ白な景色の中、少し溶けた後にまた固まり始めて、ツルツル光るアスファルトの上を恐る恐る歩きながら、ぼんやりともやがかかった景色に惹かれて、スマホのカメラを差し向ける。そんな私の姿を、テレビ局か、ニュースの配信動画の中継か、業務用の小型カメラのレンズが見つめている。レンズの向こう側では、もしかすると、サウジアラビアに暮らすムスリムたちが、日本のニュースを介して、そんな私の姿を好奇の目で見つめているのかもしれない。撮られているのは確かに私なんだけど、じゃあ撮っている私は一体誰なんだろう。もやのかかった景色にカメラを向けながら、撮っている自分自身の存在に霞がかかってくるような気持ちになってくる。ムスリムであれば誰でも出入り自由な街のモスクの映像を見ていると、自宅のアパートの隣人が誰なのかもよくわからないような、私の都会での日本人的な生き方が何か歪んだものに感じられてきたりもするから不思議だ。まあ、そういった日本人的な生き方をしている方がすごい居心地がいいっていう感情って僕の中で何パーセントかすごいある気がしてて、それをすごくこう最近改めて、まあ、こういった活動をしていく中でも考えさせられるなと思ってるんですよね。なんかイスラム教徒的な生き方をたくさんするとか、まあ、もうそれをこう自然としていくっていうことができたらすごくいいと思ってるし、僕もそうありたいとは思ってるんですけど、で頑張ってそうしてるのがこうさらに居心地が良くなるかっていうとそうじゃないなと思ってて、まあ、日本でずっと生活してる中でこう日本人の友達が僕には多かったりとか、まあ、会社行ってもこう、まあ、そこで仲良くするためにこう飲み会っていうツールが使われてたりとか、そういうのもすごいある気がしてます。なんか家に帰って例えばヤングムスリムとして何かを発信するっていう行為が、そのまま自分のナチュラル なんかこう生き方になってるかっていうとこうそうじゃなかったりするし、ある程度エネルギーがないとできない行為だなってすごく最近気づきました。ナチュラルな生き方とはどんな生き方なのだろう。もし仮に私が日本に生まれ育ったムスリムだとしたら、人との関係の築き方や自分の性質や人格にきっと大きな影響を与えただろう。
ヤングムスリムたちは私と同じ日本の都会に暮らしている。だから彼らが見ている風景を私は実は何度も目にしているはずなのだ。でも彼らはどんな場所にいても一日に5回目の前の風景のその向こう側にあるメッカのカーバ神殿の方角に祈りを捧げる。世界はいつも変わらずそこにあるんだけれども、その世界は見る人によって様々な表情を垣間見せる。例えばなんですけど、社会に対して何か影響を与えるときに、外から影響を与えるか、内から影響を与えるかっていう、どっちもあるはずだと思うんですけど、僕はそのどっちもできる立場ではあると思うんですね。これは多分その結構いろんな人が共感できると思うんですけど、どっちも知ってる人はその多分中こそ多分いろいろ、内こそ多分いろいろ伝えなきゃいけないものあるよねっていうのもあると思っていて、もっとムスリム自体もいろんなあの多様性というのをもう少し自覚してもいいのかなっていうふうには思っています。この多様性のあり方を許してくれてる信仰ではあるので、この宗教っていうのは、ちょっとすみません、ここら辺もう思いっきり宗教的なメッセージになっちゃうんですけど、あのそれがまあ分かる人には分かればなっていうふうには思っていて、例えばなんですけど、クランを全部暗唱してる僕なんですけど、こういう動画を作っていること自体っていうのが多分もうそういうメッセージ性を持ってるはずだと思うんですね。で、例えばその普通だったらもうヒゲめっちゃ生やしてモスクにこもるっていう、そういう、まあその、そういや、その宗教的な、まあ、いわゆる儀礼的なイメージがあると思うんですけど、そうではなくて、まあこういう会社やったりアカデミックな研究をして、まあすごいその一見相反しているように見えるかもしれないんですけど、全く宗教的じゃないよねっていうふうに見えるかもしれないんですけど、本当はもう全然相反してなくて、全然全く矛盾じゃないんですよね。で、そういったところをあのちゃんとあの切り取って分かりやすいように動画に落とし込みたいなっていうふうには思っています。新型コロナウイルス感染症の感染状況は少しずつ収まりを見せ、東京の街には海外から観光客やビジネスマンの姿が戻りつつある。ヒゲを生やしたムスリムやヒジャーブをかぶったムスリマならわかりやすいけれど、ヤングムスリムたちと同じく見た目ではわかりにくいムスリムもきっとこの行き交う人たちの中に紛れているのだろう。ヤングムスリムたちの存在がとても今日的なのは、私たちにとって彼らがムスリムという他者的存在でありながら、同時に東京で暮らすごく普通の若者の一人であるということだ。彼らヤングムスリムの存在は、私やあなたとサウジアラビアのムスリムをその視線の先で結びつけるように、他者同士の間を媒介しているのだ。